眠いわ。最近動画編集してないな。まあ十分に1ヶ月休めたからいいか。まあ休んでる間ネタ集めとかしてたし。それに霊夢たちに1ヶ月会ってないしな。っていうか今日みんなでお花見だったな。行かなきゃ。急いで家から走ってきたけど、なかなか遠いな。てか運動してないからどっと疲れてるわ。久しぶりねレン、もうみんな来てるわよ。はや。ゆかりさんヘアスタイル変えた？ふふ。似合ってるでしょ？さあ今日は飲みましょ。レン、遅いわよ。レン、一緒に飲もうぜ。レンさーん、一緒に飲みましょう。みんな酔うの早すぎない？あなたが遅いだけよ。もう、遅いわよ。全然来ないし、あんまり来ないから。お酒一生飲んでやったぜ。いや飲みすぎだろ。ゆか花見で飲みすぎはダメだからね。なんです。何の真似したん？みんな楽しむのはいいけど。お花見のマナー守ってな。わかっている。てめえらわかってねえだろ。めっちゃ寝てるじゃん。あんまり羽外して卑猥なことしないようにね。まあさすがにやらないとは思うけど。そんじゃあ私服脱いでナイスバディな体披露しちゃおうかしら。じゃあ私も脱いじゃおうかしら。やめろ！ポン！おや皆さんも楽しくやってますね。というかもう、飲んでるね。あら、小2。違うわ。同じネズミだけど世界観が違うよね。でも好きな食べ物チーズで、夢の国から幻想入りしてきたって。夢の国から幻想入りしてねえよ。白いハツカネズミが好きなのはイスカチョコだよ。白いハツカネズミ言うな。お、よくやたち来てるじゃん。どうもです。ならばー。あら、キルノたちも来てたのね。今来たの？今来たけど場所取りはルーミアがやったよ。敵をして場所取れるように、ロープを間に引っ掛けたのだ。敵をしたダメだし、桜の木に傷つけるのダメでしょ。ポン！二人ともダメだよ。ちゃんとお花見のマナー守らないと。じゃあ桜の木を燃やすのはどうだい？少しでも湿気が多いだろうな。湿気ぐらいでなんて大丈夫ね。まあ、火遊びはダメだな。ポン！あれ？霊夢たち酔い冷めた？師匠が作った酔いが冷める薬飲ませたから。あやや、皆さん楽しんでますね。お、あやじゃん。今日お花見だから記事書けるんじゃないのか？あれ？よくやさんじゃないですか。活動休止って言って、姿見せなかったみたいですけど。活動休止と聞いた時はびっくりしましたよ。それに1ヶ月ぶり会いますよ。確か。手紙できたもんな。守谷神社に。その手紙いつ来たの？さねえ。3時半過ぎです。デートのお誘いかなと思ったら、活動休止するから休む、って、書いてありました。寝てるわその時間帯。もうレンさん、あの時なんかあったんですか？連絡もなかったですし、ごめんさなえ。ちょっと一人になりたかったから、突然だったからね。あんなことが起こったらさすがに、一人になりたいよね。クラピータ、ダメでしょ勝手に一人どっか行っちゃ。ごめんなさい友人様、キルノちゃんと遊びたかったんで。ジュンコさんが来てるってことは、ヘカーキラも来てる？そうそう、来てるわよ。お母さん、こっちこっち。誰がお母さんや。あんた私の部下だろうが。え？グラピーちゃんと親子関係だったの？いや、主従関係。は？レイムー、助けてー。スイカちゃん。何かに追われてるの？違うよ、あの二人が喧嘩してるんだよ。その二人って、誰なんだぜ？おいかげや。よくもやってくれたな。大使命。弁当がこぼれたぐらいで。うわぁ。めっちゃヤバそう。てかなんで喧嘩してんの？弁当って聞こえたけど、私の作った弁当。かぐやに、食べられた。え？食べられたことで喧嘩してるのかみょん。てか弁当食われただけで喧嘩するのがあるかと思うんだけど。ふわぁ、他の人の連絡もないでしょうか。なあ、霊夢。確かあの妖精。リリーね。喧嘩止めに来たみたいね。お花見で騒いじゃダメなんだよね。そうですね。あまりにも他の人の迷惑になりますからダメですね。ともかく喧嘩止めに行こう。さっきなんか犠牲者出なかった？ダメ。関係ない人まで巻き込んじゃダメじゃん。けいね。ごめんね。いいよいいよ。あとの一つ弁当が残ってたから。というか弁当作ってきてないの？いや作ってたんだけど、ゆうこに食べられました。
お前明日から食事なしな。えぇ、ー